ガルルモン、そこをどけ。その先にミユキがいるんだろう。バカバカしい。まだあの人間の子供に固執するのか。お前に私の気持ちがわかるものか。わからねえよ。人間なんかを信じる気持ちなんてな。俺が裏切られているのを知っているくせに、よくもまあ人間を盲信し続けられるな。お前を裏切った白状な人間とみゆきを一緒にするな。お前は裏切られるべくして裏切られただけだ。言うじゃねえか。だったらお前の大好きな人間はお前に何をしてくれた。お前は何の見返りも得ていないじゃねえか。ただただ傷ついて辛い思いをしているだけだ。人間なんかにボロボロになってまで守る価値などない。何が言いたい。お前たちに協力しろと。お前こそ思い直せ。主が信用に値するのか。人間を生贄にすれば本当に世界は救われるのか。主にそんな力があるのか。主は本当に神なのか。ガルルモン、お前だって疑問に思っているはずだ。うるさいうるさい。俺は俺自身の復讐のために動いているだけだ。主や世界なんていうあやふやなもののために動いてるんじゃねえ。だったらお前たちは。ガルルモンに。ハル、ハル君、下がりなさい。君がこれ以上傷つくことは。お前が私に指図するな。チッ、見たくもねえ顔がまたやってきやがった。ガルルモン、やはり君は過去の私の。ガルルモン、お前は言ったよな。人間など信じられない。復讐をするために動いていると。復讐。ほら、復讐したい相手がここにいるぞ。今すぐ殺せばいいだろう。な、ことでひるむと思う。お前らごと吹き飛ばせばいいだけだ。やれよガルルモン、今がチャンスだろう。なぜ殺さない。ここまでにだってあいつを殺すチャンスはあったはずなのに。違う、そんなことは。お前はまだ迷っているんだ。あいつを恨んでも恨み切れていない。黙れ。殺したいほど恨んでいるのに同じくらいに迷っている。そんな状態で主の思惑に乗ることがどんなに愚かしいことか、お前は分かっていない。黙りやがれ。あ、ハル。うるせえうるせえうるせえ。何が絆だ、何が運命だ。そんなものにすがりつくお前らも、そんなものにすがっていた過去の俺も、何もかもくだらねえ。全部全部消し飛ばしてやる。たくまくん、大丈夫？みんな来てくれたんだ。でっかい言い争いが聞こえたからな。そりゃ飛んでくるって。あ、ハルが倒れてる。ひどい怪我。ガルルモン、なんてことすんの。
俺の邪魔をするからだ。ちょうどいい。お前たちもまとめて黙らせてやる。できるもんならやってみやがれ。目障りなんだよ。俺の邪魔をするな。カツを入れてやる。よし、俺が行こう。勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。覚悟してください。僕の番だね。俺に任せておけ。くらえ。よし、俺の番だ。俺の邪魔をするな。
誰から私に奪われたいの？私の手番です。任せておけ。よし、俺の番だ。俺の邪魔をするな。俺に任せておけ。邪魔をするな。カツを入れてやる。誰から私に奪われたいの？私の手番です。俺に任せておけ。でやっ！
よし、俺の番だ。俺の邪魔をするな。誰から私に奪われたいの？して一体何の得があるってんだ。心の損得なんてのは他人には見えねえもんさ。俺は俺の好きにしてるだけだぜ。無駄口叩いてないで真面目に戦え。やられたいのか。そう心配すんなって。見てろよ、お前に最高の結末を届けてやる。ふざけた野郎め、何が心の損得だ。任せておけ。でよっ、よし、俺の番だ。その調子だ、アグモン。タクマが褒めてくれるなら僕なんだってやれちゃうぞ。私の手番です。俺に任せておけ。よし、俺の番だ。へえ。
私の手番です。俺に任せておけ。ミカツノカミ。よし、俺の番。よし、俺の番だ。誰にも負けない力を。よし、俺に任せておけ。俺に任せておけ。スイッ。簡単だったぜ。なぜこんな奴らに。ガルルモン、本当は分かってるんだよね。何？お前が力を出し切れていないのは自分の心を否定しているためだ。あなたはきっと裏切られたと思って傷ついたんでしょうね。でも相手は本当に裏切ったの？復讐したいって本当に思ってる？本心から復讐しようとしているようにはとても見えないわ。黙れ。あいつは確かに裏切った。俺を置き去りにしたんだ。おいおい、置いていかれて寂しかったってのか？その寂しい気持ちこそが相手のことをまだ恨みきれてない証拠じゃねえか。なんだと。どういうすれ違いがあったかは知らないけど、相手の気持ちになって考えたの？僕思うんだ。ちゃんと自分の気持ちを相手に話して、
それで相手の気持ちも聞かせてもらえばきっと分かり合えるって。だって僕らは運命で結ばれた人間の心を映す存在なんだから。いい加減にしろ。分かったような口を聞くんじゃねえ。だがどうしてだ。お前たちと話していると頭がグラグラする。教授はガルルモンの味方だよ。恨むことなんてない。行き違いを埋めればきっと二人は仲良くできるはずだ。いい子ちゃんぶりやがって。だがこれ以上はどうしようもねえか。分かった分かったよ。もういい、十分だ。どんなに否定しようと俺は負けたんだ。お前らの絆とかいう妄想にな。ハルくん、気を失っているみたい。ここで休ませておこう。今は先を急ぐべきだ。置いていって大丈夫でしょうか。俺たちが派手に動けば危険はなくなるだろう。暴れまくって気を失っている春に手を出してる暇なんざなくしてやるんだ。そうね、この場に誰か残すわけにもいかないし。じゃあ心苦しいけど、春くんはここに寝かせていきましょう。ガルルモン、ミユキが囚われている場所を知らないか。俺は歯医者だ。仕方ねえ、教えてやる。この奥の階段の先だ。さっさと行きな。ありがとう、ガルルモン。みんな、行こう。ガルルモン、行けよ。急ぐんだろ。戦いが終わったら君とゆっくり話がしたい。これまでのこと、君の思い、全てを聞かせてほしい。そして私にできる償いをさせてくれ。それだけだ。